皆様おはようございます。ボンドチャンネル、ツッチーパフォーマンスです。今回の動画は皆様お待ちかね納車シリーズお伝えしたいと思います。納車する車はこちら、やってまいりました。以前動画でご紹介させていただいた458、もう本当にありがたいことにご制約いただきまして、これからちょっと某所に、ちょっと場所の方はもちろん公開できないんですけれども、お客様宅へご納車させていただきたいと思います。今回ですね、この納車に僕らついてきまして、納車の様子をお伝えしたいと思うんですけれども、なんとアポなしでございますちょっとお話しさせてください。ちょっとやっぱりボンドチャンネルの納車編、やっぱり特徴といえばこうドキュメンタリー、やっぱりうちの場合もう完全にこう仕込みやらせなしなんで、もうガチのやつなんで、やっぱりそれの究極系としてちょっとアポなしで今回伺いたいと思います。ただちょっと先に言わせていただくと、いくらアポなしとはいえ、ちょっとボンドで車買ったら勝手にカメラがついてくるのかよというと、そういうことではございません。はい、ちゃんともう以前にも何台も納めさせていただいて、土方船長仲良くさせていただいているお客様ですので、ちょっと今回交渉させていただいて、もし OK であればお伝えしたいと思います。でこの動画がもしご覧になっているのであれば、ちゃんと OK いただいたということなんでお届けできると思います。なんでちょっとこの納車に行って、お客様にちょっとご相談させていただいて、で噂に聞くとかなりすごいお車のラインナップらしいんで、ちょっとお伝えしたいと思います。じゃあそろそろ行きますか。行ってきたいと思います。で僕ちょっと今回この納車編、アポなしで行くっていうことで、あれこれってもしかして突撃隣の晩御飯、ちょっとそこを目指してるんじゃねって自分で思ってしまいました。はい、なんでゆくゆくちょっと後部スパナかなんか、ちょっと大きいスパナかなんかでこう突撃隣のガレージっていうことで、はい、ぶっ飛ばされそうです。土方店長とあれですね、積載車で納車に行くのはマンソリーゲレンデ以来ですね。大雪の中 C63 の後にゲレンデ行ったの。C63も行きましたね。3回目納車。そうっすね、納車、はい、土球の車ばっかり運んでますけど、意外とね、はい、そして僕ちょっと不安なのは、本当にこのアポなし突撃が成立するのかっていう、はい、そうですちょっとお客様にご迷惑かからないように、交渉してにはなりますけど、はい、今回も何台もご購入いただいてるお客様ということで、はい、はい、でもやっぱりそのぐらいちょっとこうドキュメンタリーじゃないですけど、はい、ガチな方が、そうですね、皆さんこう楽しんでいただけるんじゃないかなっていう、はいはい、今までお伝えしたのも、もう全部やらせなしのガチンコじゃないですか。そうですね、はい、はい、なんでちょっと今回はそんな感じでお伝えしたいと思います。はい、行きましょう。出発します。理由が少し分かりました。すげえいい車なんですよ。改めてね、今の時代乗ってもね、ないっすね、こんなの。本当だよね。なんかこう1個前2個前になると、やっぱりこう古さを否めないなっていうのが普通なんですけど、48ってなんかいつ乗っても新鮮じゃないですか。言わせないっす ね不思議だ、不思議というか、本当にいい車ですね。ちなみになんですけど、はい、今回のお客様なんか昨日聞いた感じだと、はい、すごいこう、はい、走りの車のラインナップということで。そうなんですよ、
走るのがすごく好きなオーナー様。はい、とにかく乗ることが大好きっていう。なるほど。はい、ちょっとじゃあかなり楽しみな。楽しみですね。取れるかどうか。そうなんですよ。ご視聴させていただいてない。はい、 お持ちになってる車のラインナップは、はい、本当面白いです。ちょっとすごいのがもしかしたら取れちゃうかもしれないですね。はい、ここから先は多分こっちを映しても全部モザイク、はい、右方向ですかなと。閑静な住宅地っていう感じですね。はい、こんなに意気揚々と撮影してますけど動画になるかどうかはお客様にちょっと確認してっていう。ただまあ動画見てくださってる方は動画になってるってことは、はいはい、大丈夫ってことなんで。そうですね、はいはい、ちょっとすごいのがお届けできるんじゃないかなと思います。続いて右方向、ちょっと許可をいただきましたのでこれから納車のご様子をお届けしたいと思います。はい、ちょっと周りの住宅のご近所様にも迷惑にならないので静かめになんですけどお届けしたいと思います。来る途中にね、歩道にいた人にうわかっけーってこう口で言ってるのが分かりました。はい、確かにこれを運んでたら目立つよね。皆様ご覧いただけますでしょうか。ただいまこう458をご納車させていただいてるんですけれども、なんと奥にでで570S がすげー一人スーパーカーディーラーだよ。でしかもだって今回入れ替えじゃないんですよ、増車っていう。もうこのぐらい広い駐車場が私も欲しいです。これディヘドラルドア余裕じゃないですか。僕ご近所さんだったら用がなくても来ますね、見に見に来ます。あそこの車すごいんだよな。ちょっと状況がよく分かってないんですが、これから車は別のところに止めるのかな、オーナー様の職場の方かなにこれから移動するみたいです。もうちょっとこの後説明しますけど458納車説明しないらしいよ。あのシャッターのところに多分入れます。あ、そうなんですか。はい、わ、美味しそう。はい、超有名店です。そうなんですか。ヒッチで捨て間になっちゃうのこれ。あの捨て間ではございません。あのボンド捨て間やらないんで、むしろあの宣伝の時はもうゴリゴリの宣伝って言います。はい、完全にこれ僕が遊んでいい思いをしてるって思われてる。めちゃめちゃ音よ。エルバもいい子のようですけど全部ちょっとフレンチトーストで出口とかの辺がしたん、ちょっと食べたことない。下の下にそうなんか言うてありましたわ、そのつなぐの難しい。シュークリームもいただいてしまいました。うんうん、ほんとそういうのはね土屋はよく分かってめちゃめちゃ美味しいです。メカニックなんで、あ、すいません、こっちに集中しすぎて全然聞いてなかった。それぐらいうまいでしょ。これめちゃめちゃ美味しいですね。びっくりしました今、こんなの食べたことないです。でしょ。はい、金払ってる。払って買っていきたいです。これめちゃめちゃ美味しいですね。本当に突撃隣の晩ご飯みたいな。いきなり押しかけてって、はい、ご飯食べるっていう。その後お話をお伺いしたら所有の車両を見せていただく。うわ色を見て、色やらしいっすね。やらしいっすね、なんか、デートなシート、カーボンのオプションめっちゃ入ってるね。あ、中エロいねこれ。あ、81にも所有されてたんですよね。あ、所有してないんですか。でも乗ってみた感じやっぱり F12 の方が荒削りな感じがやっぱり。僕はそのあっちの歌詞と優等生みたいな。ああ、なるほど。あっちもこれと同じ、これ6300ですけど向こう 6500cc なんですけど、やっぱ音がちょっと微妙にマイルドになってるし、
もう土方店長より詳しいっていうふうに土方店長は言ってます。もうほぼ全部車の話、そして多分いろんな車好きの方数々紹介してきましたけど、あのもうぶっちぎりでもうとにかく車を全力で楽しむタイプのオーナー様ですね。もうめちゃくちゃ乗りまくってる。もうサーキットもそうだし、新車の試乗会もそうだし、もう所有してる車ももう全開まで踏み抜くという。最近お気に入りで乗ってる570 お気に入りの理由が踏み切れるからっていう。もう1台所有されてる765はちょっと踏み切れない早すぎるっていう。だフェラーリも本当にいろいろ数々、まあ、所有されてるのも488とかもう乗られてますし、あとはそのさっき言ってた納車の説明がない、これがですねなんと458なんと2台目ということで同じ車買わない、はい、そうピスタ買ってそこから458に行くっていう、すごいね。でもうマクラーレンももう最新の車も最近ちょっと乗ってきたなんていう話も伺ったりだとか、だからもうちょっと最近リセールで買うっていう人が多くて、ちょっと残念なんだよみたいなことをおっしゃってたんですけど、もう僕反省しました。リセールお化けなんて言われてましたけど、もう反省しました。やっぱり車は全力で楽しむものです。これもうめちゃめちゃ楽しそうに車の話されて、本当にちょっとそう思った。今所有されてるのがこの F12 と765570アベンタ S で458で来月488個人でミュージアム作れる勢い。いや本当っすねずうずうしい土屋はちょっと助手席に乗せていただきます。 F12 は初めてです。あ、そうですか。はい、乗せていただくのは僕実は、はい、これ2台目といえば2台目なんですよ。え、そうなんですか。はい、すげえ。いや音ってでもやっぱり重要っすね。本当にいい音聞くとこう鳥肌がブワーッと立ちますよね。なりますなります。これ頭の方の後ろの方もゾクゾクってするいつもいい車作ってるじゃないですか。いや、僕らでも本当に見せていただけるんでありがたいです。もういろんな支店に回っていろんなお客様のを見せていただけるんで、カーボンのインテリアも外装カーボンないのいいですよね。内装こんなにめちゃめちゃ豪華なのに。そうなんですもう完全に走る車だなっていう。これしかもコンディションめちゃめちゃいいっすね。でも本当に車好きって言っても本当いろんなタイプの方いらっしゃいますね、うん、乗るのが好きな方もそのコレクションがするの好きな方も、はい、トンネルサウンドをちょっと聞いてみたいと思います。やばいっす、やばすぎます。なんすかね、もうすごすぎる。ちょっと458の音もしびれましたけど V12 別格っすね。別格です。ちょっとまた別の次元だった。これやばいっすねすげえ。さ
最初の飛んでる時、あ、耳やられんちゃうと思いました。いやもう本当鼓膜が痒くなるぐらいこうビビビビッ。これって、はい、奥様とかって、はい、どういう反応なんですか？乗らないです。あ、乗らないんですか？はい、嫌がります。ちょっとうるさい、やめてみたいな感じなんですか？はい、小さい方にしといてんの。いやー、ゾクゾクしますね。やっぱり12基礎なんで音は。そうですね、最強ですね。最強です。もうなんかいろいろ乗り継いできて、ここが一つのこうちょっとたどり着いたところっていうのはちょっと分かりました。そうだよね。お客様とかその僕の交友関係とか、はいろいろ全部含めても、うん、ぶっちぎりで車を全力で楽しんでるから、ね、そうなんですよ。それが分かるんですよ、はい、と車の選び方ももう走りありきじゃないですか。そうなんですよ、うん、ものすごいエネルギーがある方ですね、うん、もうすごいです。まあ、数々この車シリーズをお伝えしていろんなことを方にお会いさせていただいて、まあ、本当に皆さんもうエネルギーがすごいですね。すごいの、やっぱり成功してる人って溢れてますね。溢れてるが、うん、もう毛穴からパワーが溢れ出てる、うん、でちょっとお話しさせていただいてるとちょっとそれがもらえた気になります。そうなの、なりますよね。なるの。だから頑張ろうと思う。そう、頑張ろうと思うの、はい、だって相場とかまで網羅してるんですよ。そう、一ユーザーでもあり、うん、駐車場の片隅の物置の横に、うん、使い古したカートのタイヤが何十本も積んであったの。あれ、ここにこのタイヤ、フルタイヤあるってことは自分で組み替えてんの。はぁ、自分でやるんですよ、やっぱり。だってあのベタベタも自分でやるって言ってますよ。そうそれがまた楽しい。僕も走るのが好きだから、あの人に収めることがものすごい喜びなんですよ。いやもう今日ちょっとお会いできたのと関われたことにちょっと嬉しく思う。あ、よかった。昨日突然明日行くっていう誘いだったんですけど、今日来てよかったですね。